大黒天大黒天とは、ヒンドゥー教の芝神の異名であり、これが仏教に取り入れられたもの。七福神の一柱。ヒンドゥー教の芝神の化身であるマハーカーラは、インド密教に取り入れられた。マハーとは、大、カーラとは時あるいは黒を意味するので、大黒天と名付く。その名の通り、青黒い体に紛土症をした、ご法全神である。 チベット密教における、フンドショーの大黒点、芝神のマハーカーラがそのまま密教に取り入れられたため、初期の大黒点は、芝と同様に四本の手に、三射撃、棒、輪、柵をそれぞれ持った像として描かれた。さらには、ブラフマとビシュノも吸収していき、ヒンドゥー教の三神一体に対応した三面六臂のフンドショーの大黒点も登場した。 後期密教を継承したチベット仏教では、大黒天の造用は多彩であり、一面二比、一面四比、一面六比、三面二比、三面四比、三面六比などがある。シバとその妻パールバティ、もしくはガネーシャを踏みつけて、ヒンドゥー教を降伏させて、仏教を勝利させる、ご法尊としての姿が主流となった。チベットモンゴルネパールでは、貿易省から、 財の神としての信仰を集め、チベットでは、福の神としての民間信仰も生まれた。日本には、密教の伝来と共に伝わり、天部と言われる仏教の守護神たちの一人で、軍神、戦闘神、不起釈録の神とされたが、特に、中国において、マハーカーラの三つの性格のうち、財福を強調して祀られたものが、日本に伝えられた。 密教を通じて伝来したことから初期には主に、新言宗や天台宗で信仰された。インドでも、厨房、食堂の神ともされていたが、日本においては最長が、ビシャモン写門店、弁彩店と合体した三面大国を、比叡山延暦寺の台所の守護神として祀ったのが、始まりという。後に、大国主神と集合した。室町時代になると、日蓮宗においても、 盛んに信仰された。大国山として親しまれている。本来の造用は、一面に非聖国か黒色で、憤怒の層で表現される。大国天神法には、烏星、袴姿で、右手の拳を腰に当てて、左手で大きな袋を左肩に背負う、厨房紙、財神として描かれている。この袋の中身は、尻尾が入っているとされる。 ほとんどが一面だが、上述のようにン天、ベン弁イ天と合体した三面六尾の大黒天も作られた。以上のようなフンドショーは、鎌倉期の頃までで、これ以降、大国出身と集合して、現在のような入和ショーで作られるようになるが、稀に完全恩寺にある大黒天立像のように、フンドショーの像も見られる。土像に描かれた。 大黒天神田明神の大黒天像の金、大黒天日本銀行だ官銀券一円券社名に大黒天を冠した大黒天仏さんは社屋に大黒天を配している。日本においては大黒の大黒が大黒に通じるため、古くから神道の神である大国主と混同され、集合して当初は破壊と法上の神として信仰される。後に、 法上の面が残り、七福神の一柱の大黒様として知られる食物、財福を司る神となった。室町時代以降は、大国主名の民族的信仰と集合されて、微生の層が加えられ、さらに、江戸時代になると米俵に乗るといった現在よく、知られる造用となった。現在においては一般には米俵に乗り福袋と、うちでの小槌を持った。 微笑の長者型で表される。袋を背負っているのは、大国主が、日本神話で最初に登場する稲葉の白うさぎの、説話において、ガミたちの荷物を入れた袋を持っていたためである。また、大国主が、スサノオの計略によって焼き殺されそうになった時に、ネズミが助けたという説話から、ネズミが、大黒天の使いであるとされる。カスガ大社には、平安時代に、 出雲大社から誕生した、夫が、大国主大臣で妻が、主税李姫命である夫婦大国天像を祀った、日本唯一の夫婦王国者があり、かつて、伊豆山の神社の神宮寺であった、そういう山般若院にも、造用が異なる鎌倉期に制作された、夫婦大国天像が祀られていた。 日本一大きいエビス、大国の石像は舞イ六神社にあり商売繁盛の神社とされている。大黒とエビスは、おのの七福神の一柱であるが、樹老神と福六寿が二柱で一組で信仰される、ことと同様に、一組で信仰されることが多い。神楽などでも、エビス舞と、大黒舞が都とに知られ、このことは、大黒が、 五国宝城の農業の神である綿とエビスが大量追腹の漁業の神である綿に起因すると考えられている。また商業においても農産物や水産物は主力であったことから商売の神としても信仰されるようになっていった。寺院神社、ありがとうございます。